どうも、エルです。それでは、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセスやっていきたいと思います。待って、獣人の家、攻略っぽい感じなのかな？こんだけ広いからね、攻略なんじゃない？あ、でも、正体もわかんないからね、さっきの人ね。ちょっと話してみましょうか。雪山の廃墟。あー、しかもゴーストいる。意外とゴーストどこでもいるんだよな。まだ音するけど、上行けないしね。あ、なるほど、スライムちゃん、謎の効果と噂の、はい、ブラックチュチュゼリーかな、紫か。あー、ちょっと待った、飲む。うえダメージか。あー、カンテラの方か。ってことはカンテラ使う感じかな。そうか。おー、女性だね。あれ？これあれじゃん。ほら、あの、マスターソードのところ。で、こっちは？はあ。画家なんだろうけど。どうなった？あら。ごめんなさい。体の調子が悪くて。サワーまで来てくださる？ほら、女性だ。どうも、めっちゃ丸々してるな。めちゃくちゃ可愛いんだけど。まあ、可愛いお客さんね。主人が話してた通りだわ。あ、奥さんなんだ。あなた、鏡をご覧になりたいそうね。主人が見つけてきたんですけど、本当に素敵なの。でも、あの鏡がうちに来てから病気になったり魔物が現れたり悪いことばかり。だから今は飾ってある3階の寝室に鍵をかけてしまってるの。ちょっと待ってね、鍵の場所を教えます。まあ、魔力のせいってことだね。緑の部屋は行った場所。はいはい。熱でぼんやりしててはっきり思い出せないんだけど、多分この印の部屋にしまったはず。あそこね。まあ行ってみましょう。でも私今起き上がることもできないの。すみませんけども、持ってきてくださる？あちらの扉からどうぞお願いします。もう行けるのがそこぐらいだもんね。おお、来たのか。嫁さん、顔色悪かったろ？鏡を拾った頃から元気なくてのう。だから今、嫁さんのためにスープ作ってるんだよ。ゾーラの里で獲れる魚も栄養たっぷりだからのう。あー、そうなんだ。おめえも疲れたら、この、これ飲んで体力つけたらええど？マジで？救えない？ちなみに。無駄遣いした。そしたら、カンテラ。あ、救える、救える。
作りかけのスープを瓶にすすった。いや、2でもありがて、回復なら。まあ、2か。地味だけど大事だよね。飲むねー、リンク。おお。怒るよね。さあ、館の外。鍵か。鍵探すところからやっていく感じだね。最終的にはあの大砲で飛ばされてって感じだね。自前の大砲を使う感じかな。あ、ルピー。ナイスルピー。よし。ね、お宝お宝。小さな鍵をゲット。まあこれは練習だろうね。ちょっと待った、こっから出てきて、まあ、氷張ってるからいけない。あとここか。そうか、さすがにドアは開けれないか。うわー、マジか。ちなみに、ああ、ぶつかってもやっぱ意味ないのか。あ、いいね、鍵のマーク変わるのいいな。きつい。あー、壊れ、一応壊れるか。うーん、痛いね。なるほど、これは痛い。マジか。そりゃスープ欲しいわ。おっ、それっぽいのあるね。え、普通に、まあですよね。よし、決まった。カブト割り強かったね、今のね。しまって、居合もできるからね。うん、居合も使ってこっか。とあるかぼちゃを手に入れた。あー。これを渡すのね。なんだよこれ、あいつ場所間違いやがったな。もう一回戻って鍵の場所を思い出してもらおうぜ。なじやじがええかの、ん？かぼちゃ、おめえかぼちゃ持ってんのか。いたー。それは、その取り方強引。おお、かぼちゃ。え、ありがとな。おめえも味見してーど。まあ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 。あと一個ぐらい増えるんじゃない？普通のスープ。
倍だった。特製スープなんだね。かぼちゃの甘い匂いがする。じゃあもう一回思い出してもらおっか。めちゃくちゃ強引だったけど。見つかりました？え？かぼちゃ？どうしてそんなところに？確かに。困ったわ。じゃあ一体どこに？あ、じゃああの部屋かもしれないわ。部屋の印なんですけど。まっすぐこう。すいません、もう一度見てきてください。お願いします。3階だな。あと2、あと1階あるね。ここも開くだろうな。でもあれなんだよな。完璧なスープができればできたで。めっちゃ助かるんだけどね。ほらほら、うい。いた、しまった。これ、違う。ね。はあ、ダメ。ダメか。なんか仲間の中でヤバそうだけど。ってことはやっぱ特殊な装備出そうだね。大砲使ってなかったな。マジで凍るな。でも弾がないとどうしようもないって感じか。でもあれなんだよな、結構普通に、ね、人間が装備するような、いたね、防具だからさ、獣人って言ってるけど、実は人なんじゃねえかとかね。綺麗に戻ってくるな、マジで。素晴らしい動きするな、お前らは。で、回します。ちなみに発射は叩けばいいの？そういうこと。入れる。で、OK と。これさー。絶対こっち撃てる感じだよね。どうだろう、ダメかな。ちょっと飲んどこ。
かぼちゃスープうまいよね。かぼちゃスープはいいよな。あった、お宝。あと爆弾。あの、コーンスープとかよりかは、あれなんだよね。かぼちゃスープのが好きなんだよね。かぼちゃ、だよね。かぼちゃスープだね。あ、いいな。かぼちゃもね、天ぷらとかうまいしね。めっちゃ腹減るな。ちなみに、そっか、さすがにダメか。フックショットで、あれかな、押さえた方がいいかな。そうだね、フックショットあり。おお。まあ、まあ邪魔してくるよね。まあでも今回スープがあるからまだ安心感はあるんだけど、となると、これ滑るってことでしょ。あ、やっぱ考えたマップだなあ。やった。おねえ、さあ何出る。ドゥドゥドゥ、コンパス。コンパス。コンパスか。マジか、コンパスだけか。なんかね、マップ見てたらさ、宝箱のマークが見えんのよ。あ、コンパスで多分位置が分かったから掘り出せってことなんじゃないかなと思ってね。あ、これ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 、掘れ掘れ掘れ、もうガンガン掘れ、ガンガン掘れ。よし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 、掘れた掘れた。怖い。そうだな、大変だな。あー、でリンク戻って、さすがにこれは、スープ飲もう。で、また狼ちゃん来たねー。ナイス土地。おー。そうだね、これであっちに送れるわけか。はいはい、で行って行くこと。あー、じゃあ行ったり来たりを繰り返す感じなんだね。これこれ、どこ行っても敵いるな。さあ、お仕置きの時間です。はい、お小黒さん。いや、あのちっちゃいのになるってそういうことか。ただこれで十分そうだしね。ボスでしょう、これ。
え、そっち？やっぱ人型いたか。そういう感じか。そしたら、どうだ？そうだね、多分ね、矢がないから無理なんだよね。はあ。なんだこいつ。それか。弱点それか。いや、単純にむずいなあ、避けきれねえんだよな。リザードマンか。いやー、これ大変だった。あれ？嘘？まさか。だってわざわざ見たよね。チェーンハンマーなんだ。すげえ。凄まじい破壊力の巨大な鉄球。振り回せば、破壊力のある一撃を放つことができる。めっちゃいいじゃん。あれ、これ爆弾もういらない？あ、でもここ3つ空きがあるんだ。おお。あー、でもそうだね、あ、やっぱ重いんだね。いや、これ早めにスープ欲しいね。おお。これで鉄球はいらんわ。鉄球ってか、もういらなくなるってか、大砲は。悪いヤギのチーズ。ヤギのチーズなんだ。そうか。超濃厚なクリームできるね。クリームシチューね。じゃあ戻るか。ちょっと早く戻って、
シチュー飲ませてもらいたい。よし、オッケー。喋ろう。バンチが足りねえの。ん？ん？ええ匂い。おめえ何持ってんだ。いや、だから、起こし方やよな。もう隠し味にぴったり。あとはじっくり煮込みは出来上がり。これ、ちょっと食ってみろ。食ってみろ。おお、すごい。屋上のスープを手に入れた。あー、8回復でけえ。じゃあ、早速。うめえ。これはうめえだろうな。ああ、いいね。いくらでも飲めそうな、美味しそうなスープだね。いやー、じゃあとりあえずライフ回復したところで、今回ここまでにしましょうか。まあ、スープも完成したしね、次回ぐらい、やっと話進むんじゃないかな。思います。ということで、ここにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。